まあこの聖書を本当にしっかり向き合うことなくしてあの一番本質的な人間の人の歩みの在り方っていうことが分からないというそうですよねだからあの本当のこと言うとねいろんな方が聖書中華いっぱい書いていてくださるでそれはもちろんものすごく役に立ちますがあ,のあるもう偉大な 優秀なな方ががのももを聖書以上上に持ち上げてしままったらととんでもないことが起こ起りますだからそういう方々つまり一人の方じゃなくって大勢の優秀な学者が書いてくださっているものを言ってくださることを参考にするのはとってもいいんですがでも最後はやっぱりしっかりと自分で聖書を読んでね。で 聖書は一遍しか読んでないというクリスチャンに出会ったことがあるんですもうびっくり仰天しましたでもう聖書当てにするのは最初に言ったように聖書だけなんです他の方々の言うことは参考意見としてのまあ重要な参考意見としてもいいですけどもでも聖書から直に私たちが神様の声を聞く必要があるということがとっても でも、大切なことなんですね。ただ、あの、よくね、聖書をとにかく、とにかく読め、わからなくても読めという人がいるんですよ。牧師の中にもね、とんでもないと。私は思います。ここはわからないから、後で考えるという読み方をしないといけないんですよね。で、わかったと思って読みます。次に、そこにやってきた時に、あ。 分かかっってななたじゃない,ということを気がつく。ン度目に読むとまた「あまだ分かってなかったなと」と10遍目20遍目来てもあの新たな発見をさせてくださるそれが神様がお書きになった書物だからなんですね。でいつも、えー、聖書として私たちに語りかけていてくださる本当に 不思議な書物ですよねだからそこに寄りかかるべきだといつも私思っているんですなかなかできませんけど <laughs> 先ほど選書を読むときにまあ分かる分からないっていう局面があるとそれが、まあ、ある意味大事な時間というかそれに考えるということが非常に大事というふうにも聞こえたんですけどあの私たち 優秀な頭脳をいただいているんです。あの、勝手に自分優秀じゃないと思っている人は大勢いますというか、私自身も思ってますが、でも、本当はこんな素晴らしい。あの、頭脳をいただいているんです。で、それは、あのあ、頭で考えるという、そういう。 姿姿もまた神様のお姿なんですよねで少しだけ劣ったものとしてとあのいうことなんですけれども考えるという力をいただいているで聖書を通して神様が語りかけてくださるで私たちさっき言ったように分かったと思うんですいいじゃないですかとっても幸せです。 分かったと思った時にね分からないと思った時に考えても分からなかったらここはまた今度というまあ諦めというかそれも必要だしだからまあ一日一時間も聖書に接していて一行しか進まないことあっていいと私は思ってるんですよ。であのただ分からない時に教えてくださいと祈りながら 読むことも必要ですしまああのある箇所はもう何かすっ飛ばしたい箇所ってありますよねレビキなんてね本当にすっ飛ばしたいあのレビキ全体じゃないですけどねすっ飛ばしたいと思う時にはある時にはすっ飛ばしたっていいんです要するにだけどいつもすっ飛ばしたら駄目なんでねで本当に熟読する。 必要もあるし、からあるところはさっと読んでもいいんですけども本当に簡単な歴史の出来事が書いてあるにすぎない箇所でも実はあの読む時によって語りかける内容が違ってくるとかいうことがありますよね。だからそういうい意味であのやっっぱり尊敬を持って 神様のお書きになったものですからね尊敬を持って読んでいるとまあしかるべきことを教えてくださる書物だと思います。